8月もあと少しになりました。今回の最初の単語は、アブディケーション、やや特別な単語ですね。アブディケーション、こういう TION の単語はですね、その直前の母音にアクセントがありますので、例えばアブディケーションとかアブディケーションとは発音しません。それから2番目はディテスト、これは何でしょうね。テストを否定しているような単語ですね。では勉強しましょう。はい、それでは、実際の発音を勉強していきましょう。最初は abdication。 では皆様も、一緒にどうぞ。 abdication。 もう一度 abdication。 もう一度 abdication。 一番この、発音にですね、忠実にカタカナ表記をすると、そこに書いてあるように、えと小さいやで、えやと書いてありますけど、これはえやというのですね。名古屋弁なんかで、おめやさんとかですね、何やとレアスの、レアの、母音ですね。レアスの、レアは R とこの A と E をくっつけたような発音記号、レアですからね。これはですね、abdicate という名詞の、じゃなくて動詞の名詞形なんですけども、天皇などの退位、そして権利などの放棄ということで、これはこの平成の天皇がですね、来年退位されるという、そういう時のニュースの単語ですね。さて、それから2番目は detest ですね。一番最後のというのは息の音なので、ディテストというとかディテスツというふうに、ウの母音が、母音のウがですね、割り込まないようにしましょう。これはですね、8月15日、終戦の日、戦没者ですね、追悼式、戦没者追悼式で、102歳でしたかね、最年長のセリガノさんというおばあちゃんがですね、本当に戦争は嫌だ、戦争は嫌だというふうにね、本当に半分泣きながらですね、この言った本当にもう嫌だという、ひどく嫌う、嫌悪するという意味の動詞なんですね。dislike とかですね、そういうのも don't like とかですね、dislike というのがありますけれども、detest、何か知見、テストが関係しそうですけれども、ね、そうではなくて、detest、ひどく嫌うということですね。本日の単語は abdication、 天皇などの退位、そして動詞で detest、 何々をひどく嫌うということでした。ではまたね、引き続き頑張りましょう。